川崎町に計画している風力発電について関西電力は東日本放送の取材に対して国定公園の中には風車を建てないよう計画を見直す方針を明らかにしました関西電力は川崎町の南西部に高さ140メートルから180メートルの風力発電の風車を最大で23基作る計画です 関西電力が町や県に提出した計画段階環境配慮書では赤い線で囲まれているのが事業の想定区域となっていますその内側の黒い実線で囲まれている部分が風車の設置想定範囲で南西側が座王国定公園に食い込んでいます国定公園は国立公園に準じる継承地として環境大臣が指定するものです おととい開かれた環境アセスメントに関する県の審査会では国定公園に係る計画は異例普通の事業者は避けるなど関西電力への批判が出ていました東日本放送の取材に対し関西電力の広報は審査会での意見を真摯に受け止め国定公園エリアに風車を立てないように計画案を検討すると見直しを明言しました 県の審査会では蔵王のお釜からの眺望や景観に影響を与えることへの批判も出ていて国定公園への建設を避けたとしても眺望などへの影響がどれほど軽減されるかは不透明です、ね、関西電力の方針転換について計画の中止を求める住民団体は次のように話しています最最初初かからら…ちゃんと配慮しししてて考えいいなっては思いました。 例えばその国定公園にもともと計画するとか、なんか何も配慮がなく進んでたんだなっていう印象は受けましたね。みんななが今考えて声を上げないとそのまま計画が進んじゃうよっていうところあのまあ。全部聞きたいですよね、あのそうですねまあ工事のことであったり、あと自然に対する影響のことであったり、あとは一番はあれですね、もう地元からどう見えるのか。関西電力は じっくり時間をかけて事業ができるかどうかも含めて地元の皆様や関係行政機関と対話を続けていきたいともコメントしています関西電力では今月20日から25日までに合計6回川崎町で住民説明会を開催して理解を求めていくということです